赤星直忠は、大正、昭和期の考古学者、歴史学者、民族学者、郷土史研究者。教員等の職業につき、研究機関等に所属することはなかったが、生涯で500本近い論文を発表して、横須賀考古学会を設立するなど、主に神奈川県下で活躍し、三浦半島の考古学研究の基礎を築いた。研究内容は、 縄文時代早期の関東地方の土器形式の分類、弥生時代から古墳時代の海植洞窟遺跡や横穴場が古代、中世の寺院や矢倉、城郭など多岐に及んだ。神奈川県三浦郡横須賀町に生まれる。神奈川県立横須賀中学校の生徒であった時、学校の敷地内で古い時代の寺院の遺物が発見されたのを契機として考古学に興味を持ち始めた。 卒業後、陸軍横須賀重宝連隊に入隊したり、大用教員を務めたりした後、1926年に神奈川県師範学校を卒業し、母校で訓導を務めたり、日本鉄道車両製造工業組合の初期を務めるなどした。考古学者の高橋健治に学び、地元の三浦半島にとどまらず、神奈川県風に行での遺跡調査に参加し、1948年には、 日本考古学協会員に推挙された。また、横須賀市立諏訪小学校文庫講,講師を経て、1951年に横須賀市立工業高等学校の講師となった。1954年、古代文化の研究で神奈川文化賞を受賞し、1961年には横穴古墳の変年研究により、国学院大学から文学博士の学位を授与される。 1968年に教職を退いた後は、神奈川県下で複数の自治体の文化財保護、審議委員などを務めたり、神奈川県立博物館の職宅職員として在籍した。それらの功績により1972年に、訓後陶水法省を受賞した。横須賀市長坂2丁目にある赤星直忠博士文化財資料館は、赤星に考古学の教授を受けた。 県下の考古学研究者、民間企業らの有志により設立、運営されている資料館で赤星が調査し堆積の出土遺物などを展示し、その学問的業績を検証、紹介している。赤星は三浦半島を中心とした神奈川県域で発掘調査を多数実施した。調査は、戦前は個人で、戦後は主に横須賀考古学会を率いて実施された。 赤星らによる調査出土資料は現在複数の機関に所蔵されている。主な所蔵機関は以下の通り。赤星はその生涯を通じた考古学的フィールドワークの中で、県下の遺跡に関する膨大な調査資料、記録写真類を残した。赤星ノートとして知られるこれらの資料は、発掘調査時の図面、野鳥類のほか、動作の際の保護士への殴り書きメモなども含む、 赤星ノートは貴重な資料として、神奈川県に寄贈され、神奈川県埋蔵文化財センターで保管されているほか、一部は赤星直忠博士文化財資料館が所蔵している。赤星直忠博士文化財資料館が所蔵する赤星ノートの一部は赤星直忠考古学研究資料デジタルアーカイブとして公開されている。公開されている画像は自由に利用できる。 デジタルアーカイブの運営は神奈川県立歴史博物館が行っている。ありがとうございます。